この地で全国の人々が友情の輪を結んだ昭和48年の初夏、あの感激の日々は今も私たちの胸に焼き付いています。波照間島で採火され、こちらは本島北部、美しい桜が咲き誇る今帰仁村。ここでは国体会場になったのを機に、少年たちの間で新しいスポーツへの意欲が高まっています。国体競技種目の中には沖縄ではあまり普及していないものがあります。今帰仁村を会場とするホッケーもその一つ。地元の少年たちが集まり、この競技を習い、なんとかふるさとでの国体に出場しようと練習を始めたのです。海洋博公園がある本部町はカヌーの会場になります。カヌーもあまり普及していない種目の一つですが、それに挑戦する少年たちがいます。国体に参加して選手団や役員たちが特に感銘を受けたのは、地元の人々が国体成功へ努力するひたむきな姿でした。美しい街でお客様を温かく迎えようとする心、町内の人々が毎朝街を清掃するのもその一つです。競技の合間にはその土地の歴史や文化にも接することができました。民泊の過程では選手たちがベストコンディションで競技に臨めるようさまざまな配慮がされていました。好きなのもたくさん出てました。民泊の人たちはとても親切にして、洗濯とか細かいことまでいろいろ気を使ってくれて、睡眠不足とかそういうのがなくてよかった。爽やかな思い出とともに、国体は選手だけでするのではない、みんなが何らかの形で国体を支えている、そう心に刻みつつ再会を約束し合うのでした。島の端々から海邦国体へ向けてみんなの意欲が高まっています。その昔、私たちの祖先は船を持って万国の架け橋となし、海を友として生きてきました。その歴史と伝統はみんなが集い、みんなが競い合う、海を越えて全てを友とするおおらかな気風を生み出してきました。そこで育まれた私たち一人一人の心、それこそが海邦国体を成功させる原動力ではないでしょうか。